はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もではないか、またウイスキーなんですが、今回は珍しい、またウイスキー、まあ、珍しいのかどうか知らんけどもね、ゴールデンホースというね、これがですね、ジウイスキーという、まあ、ジビールのウイスキーバージョンらしいですと書いてありますね。アルコール度数が 37%。 確かこれ値段がね、安かったです。750円ぐらいちゃうかったかな。で、製造者が株式会社東亜酒造だそうです。原材料名がモルト、グレーン、そしてブレンド用アルコールと書いてありますね。怪しさ満点です。何がジウイスキーって、ここにジウイスキーって書いてあるんですよ。何がジウイスキーなのかがよくわかんないんですけど、まあマイナーなメーカーのウイスキーということでね、そういうことなんですかね。まあ早速じゃあ飲んでいきたいと思います。ストレートでいただきましょう。香りは普通に、美味しそうな香り。乾杯。あれ結構美味しいぞこれ。あ、でも結構美味しいですねこれ。結構美味しいんだけど。あれ、あのね、結構甘いです。で、なおかつ、結構スモーキーです。これ結構、ブラックニッカ8年に負けてないスモーキーさなんだけど、これ大丈夫？マジで。ピート香がすごいですね。いや、ブラックニッカ8年に負けますけど、あら、これなんだかんだで美味しい。びっくり。結構この、燻製っぽい、その、ブワーっとする、その、なんだ、煙っぽい、あれがすごい。ゴールデンホースでくぐります。ウイスキーゴールデンホース、本場スコットランドの熟成モルトをふんだんに使い、力強い飲み口ながら後味が柔らかく、スムーズな口当たりと、気品ある深い余韻が喉奥に伝わります。今流行りのハイボールにもベストマッチと書いてありますね。分類はブレンデッドウイスキー。美味しいぞ。東亜酒造は昭和21年にジウイスキーの先駆けとして誕生しました。東亜酒造のウイスキーの秘密は豊かな原料にあります。モルトは本場イギリス・スコットランドで長期熟成されたものや、自社蒸留した高品質な自家製モルトを使用しています。次にモルト以外に加えているのはグレーンアルコールです。グレーンアルコールはトウモロコシなどの穀類を原料に蒸留したものをホワイトオークの木だるに詰めて熟成しています。モルトは
ウイスキーに個性を、グレーンは飲みやすさを与えるのです。はあ。この2つをブレンドすることで熟成による深い芳香と原料由来の華やかでまろやかな旨味を合わせ持った優れたウイスキーが誕生するのです。それでですね、ウイスキー、このゴールデンホース以外にももう一つあって、ゴールデンホース秩父8年、秩父8年というウイスキーですね。このゴールデンホースの、まあ、いわゆる上位互換、アルコール度数が43度で、シングル、分類がシングルモルトウイスキーになってますね。自社で麦芽を10日発酵させ、仕込み水は東亜酒造創業の地である秩父の上泉村、上泉村から取り寄せました。羽生蒸留所で蒸留されたモルトは秩父の地で長い間熟成され、ジウイスキーの最高峰とも呼べるシングルモルトウイスキーが出来上がりました。8年ものということで、秩父8年だって。これ飲んでみたいですね。これ見たことないな。でも秩父8年まあでも若干やっぱ荒々しさはありますね。これね、ゴールデンホース。まさにゴールデンホースといったところでしょうか。でも、この秩父8年は、値段が、うわ、高っけ !3880円だって、クソ高っけ。これ12年もあるっぽいですね、限定品。いや、これ高すぎるだろ。さすがに。あ、でも結構美味しい、これ。ちょっと粗いけど。粗いっていうか、辛いっていうか、辛いっていうか、口当たりが粗い。ちなみにもうこれ売られてないらしいですね、この8年は。どうやらちょっとわかんないですけど、もう販売されてないっぽいですね。まあいっか、高いから大体買わねえし。ゴールデンホースか、これ結構美味しい。美味しい。うん、確かに荒々しさはあるんだけど、でもや、結構スモーキーですね。これは結構スモーキー。これ結構うまいぞ。すっげえバカにしてたけど、いや実際超バカにしてたんですけど、絶対うまくないなと思ってたんです。はい、
待った待った、これネバーまとめ、ね、ネバーまとめって読むの、これまとめサイトにゴールデンホースが載ってるんですけど、すごいですね。レベル999、レベル1飲みやすく初心者におすすめの、がモルトクラブとかブラックニカクリアとか書いてあって、レベル2が、トリスエクストラとかレッドとかボストンクラブって書いてあるんですけど、でレベル24が、富士山麓ですね、以前飲んだやつですね、美味しいけど覚悟してと書いてあります。そしてその後にレベル999後で来る初心者お断りって書いてある。馬に蹴られるゴールデンホースだって。東亜酒造のウイスキー上位バージョンに秩父があり、こちらはシングルモルト、飲み口ですでにかなりきます。肺を進めるとさらにきます。このゾーンのウイスキーを飲み慣れない方は慎重に飲んでください。馬に蹴られたくらいの酔っ払うことはあります。ハイボールがいいんじゃないでしょうか。ただいずれにしても酔いますし次の日に残りますって。うっそー。であとレベル999が俺が結構好きな風味に油断しないようにリンって書いてあるんですね。宝酒造のリンです。これレベル999か、それはちょっとないですね。レベル256、出会えたらラッキー、なぜ生産終了、オークマスター、これ飲んでみたかったね。オークマスターもう生産終了しました。うん、12年の原酒と若い原酒とブレンドしたモルトグレーン、でもレベル999はちょっとさすがに盛りすぎだわ。そんなでもないですよ。いやでもこれはブラックニカ8年にちょっと匹敵するレベルのスモーキー臭というかスモーキーな味ですね。これはびっくりした。750円にしてはものすごい、にしてはというかぶっちゃけびっくりしたんだけど、ここまでスモーキーな味わいが味わえるとは思えなかったですね。ちなみにこれ4リッターのやつもあるっぽいですね。あ違う、 1.5 リッターか、 1.5 リッターのやつもあるっぽいです、このゴールデンホース。うん、え、マジでこれびっくりするほどうまいんだけど。やば。やば。やべえな。やば、ハマりそうな気がする。いや、俺そもそも結構スモーキーなの好きなんですよ。ブラックニッカ8年。今まで飲んできた中でスモーキーだったのはやっぱブラックニッカ8年以外にないですね。うん。これがわかんないです。ピートコーなのか、ピート香なのかわかんないんですけど、多分それだと思うんですけど、結構ブラックニッカ8年の後味にある、その、燻製のような煙っぽい味わい。ピート香り。ピート香ってのがよくわかんないんですよね、正直。泥炭、多分これだと思うんですけど、でもスコッチは嫌いなんですよね。でさらに甘いんですよ、このゴールデンホース。甘い、ただ甘いんだけど、なんか何か荒いね。ピリッとするっていうか、うん。柔らかくはね、口当たりは結構荒いんですよね。
うん、これ美味しい、マジで。てか嘘つくなよマジで。ネバーまとめ、おい、レベル999はさすがにないわ。初心者をお断りのところにリンも書いてあるのがびっくりしたんだけど。嘘つけ。ああでもオークマスター飲みたかったな。オークマスター、くそ。でもレベル999ですよこれ、マジで。ネバーまとめの1000円以下国産ウイスキーの感想、8本プラス1って書いてある。でもすごいわ。これやべえな。個人的にかなり美味しい。個人的にかなり美味しいですこれ。ゴールデンホース。あのブラックニック8年のが結構、あのほらブラックニック8年って結構まろやかなんですけど、それの粗いバージョンみたいな感じ。本当にこの燻製煙っぽい香りというか、味というか、香りというか、香り、ちょっと水割りでいただこうか。まあでもね、アルコール度数37度ですからね。いわゆるリンと同じですね。リンと一緒です。アルコール度数的には。でも美味しいわこれ。あらびっくり。びっくりなんだけど。だってさ、これ720ml で750円なんですよ。ね。まあ安さで言ったら確かにあれか。ブラックニカのクリアの方が安いか。リンとかね。あ、でもこれすごい、コスパすごいぞ。うん、うん、水割りで飲んでもまあ、でもやっぱスモーキーなあれは味はちょっとなくなっちゃったね。うん。これもしかして美味しいと思ってるのこれ俺だけなんだろうか。ネバーまとめレベル999って書いてあったから、あれもしかしてこれ俺だけ。あれもしかして私の年収低すぎみたいな感じなんか。
マジこれうまいんだけど、やば。ここまで値段が低くてうまいっていうのはちょっとコスパは個人的に今まで飲んできた中で一番良かったのがハイニッカですね。ハイニッカがコスパが半なかったんですけど、ハイニッカ900円はするんですよ。900円はする。でもこれ750円ですからね。ただハイニッカはあれまろやかなんですよ。でもこっちは荒々しいんですよね。非常にさすがね、馬といった感じでしょうか。あーでもこれはやばいな。やば。ちなみにこれ買ったのが、これ普通にあのコンビじゃねえ、コンビちゃうわ、スーパーで普通に売ってたんですけど、あれこんな美味しいのか、びっくりしたな。もう見た感じもうまずいだろうなと思ったんですよ。安いから、安いからまあねえっていう感じなんでしょうねと思ったんですけど、全くそんなことはなかった。水割りはダメだな。これは少なくともストレートかロックで飲むのが美味しいな。うん。やば。これ俺だけだろ。だってマジでさ、あのゴールデンホースウイスキーでググるとさ、ヤフー知恵袋にさ、半端なくまずかったウイスキーを教えてくださいって書いてあるんですよ。その質問の答えが、ゴールデンホースって書いてあるんです、とてもウイスキーと言える代物ではありませんでした。四苦八苦しながら残りを開けた記憶があります。正直香類焼酎の方が100倍もマシです。だってでさらに、あの俺が好きな宝酒造キングウイスキーリンちゃんがありますね。これも書いてありますね。あららら、ら俺の真逆を行く方面に行ってるっぽいですね。あらあららら、らえマジでうめえんだけどどうなってんの。ここまで あの人によってよりけりなのかっていう感じですね。リン美味しいけどな。俺の舌がおかしいのかな。普通にリーンとかうまいんだけど、値段安いし、ブラックニッカクリアも美味しいし、美味しいよな。リーン美味しいと思うんだけど、気のせい。まあ大多数気のせいだと思う。多分人口の9割方は多分気のせいなんだろうね。じゃあ気のせいちゃうわ。リンはまずいっていう人が多分人口の9割方なんでしょうね。おそらくゴールデンホース、これも多分9割方多分まずいっていう人が大多数なんでしょう。だからやっぱ俺が味覚がおかしいのか何なのか知らないんですけど、どうなんですかね。でもブラックニッカ8年は普通にうまいんですよね。てか2ちゃんのスレで、あの安ウイスキーのスレがあるんですけど、あれブラックニッカ8年があの最上級の5つ星なんですよね。確かゴールデンホースが2つ星かそこら辺じゃなかったかな。2つ星か1つ星か、リンも1つ星かなんかなんですよね。まあ、二ちゃんなんで、確かにある程度信用はできないんですが、まあ確かにある程度は信用できるんですよね。ただやっぱり、ほら、いわゆるさ、
結局人ってさ、これが例えばゴールデンホースかね、これが1万円ぐらいの値段だったらどうですかということなんですよ。これが100円の値段で売ってたらっていうのと、1万円の値段で売ってたらの、結局ね、値段で左右されちゃうんですよ。あ、値段安いな、先入観、あ、これ値段安いからまずいわっていう先入観で飲むのと、あ、これ値段高え、ちょっとやべえな、これこれはうめえだろうなって言って思って飲むのとは、確実にね、皆さん多分それで先入観で味がごまかされてるとは俺は思ってるんですよ。ただ俺は先入観の概念はないです。だって俺これ普通にまずいと思って買ったんですもん。ネタでネタで買った普通にネタで買ったんですよ。750円ですよ。安い。うん、安いね。あ、これ安いから、ちょっと、しかもゴールデンホース結構珍しいな。しかも、ジウイスキーとかって書いてるし、わけわからんな、これな、ちょっと。これちょっと、マイナーじゃねと思って。多分、あんま売ってるところないんじゃねえかと思って。これ多分、まあ、腰つれで紹介してる動画なんてあるんかな、これな。少なくともあんまないと思うけど。あんまないっていうか、多分ないと思うんだけどね。この動画ぐらいですよ。俺の動画ぐらいじゃないかな。ガチマイナーだと思うんですけど、このゴールデンホース。だから、マイナーがゆえに、あ、これちょっとやりてえなと思ったんですよ。で、結構ちょっと個人的にこう、何か飲んでみたいっていう。だって、ねえ、リンが好きだったんですよ、俺。だから、ウイスキーのね、リンが安かったし、美味しかった。安くて美味しいっていうのは、いくらでもあるんですよね。うん。やっぱりそれは、安くて美味しいイコール、やっぱ先入観にとらわれてないんですよ、俺は。おそらく。うん。まあ、ね、ちょっと、ね。自己主張しすぎかもしれないですけど、少なくともホワイトホースよか全然ゴールデンホースの方がうまいです。このホワイトホースちゃんよかね、このホワイトホースよか、100倍うまいです。さすがゴールデン。うん。俺はこんだけ言って5つ星にしないわけはないでしょ。これ、四つ星か五つ星かちょっと迷うんだよね。でも、ここまで、750円にして、ここまでスモーキー臭がある、ウイスキーっていうのは、多分俺、今んとこ存在してないですね。っていうか、大体、スモーキー臭がするっていうウイスキー自体、未だに、ブラックニッカ8年しか飲んだことないです。ブラックニッカ8年飲んで初めて、あ、これがスモーキー、これが、なんていうの？煙のこの、香りっていうか、味っていうか、香りみたいな。っていうのを初めて知ったんですよね。うん。ブラックニッカ8年で。初めて。うん。美味しい、香りっていうか、美味しい燻製の香りみたいな。甘くて美味しい燻製の香りみたいな。だってブラックニッカ8年で1300円とか1400円ぐらいするでしょ。これ750円ですからね。これやばいですよ。これやっぱり5つ星にする以外、俺の中では持ち合わせてない感じ。うん。買ってよかった。ただ、ブラックニッカ8年よかは完全に荒々しいです。かなり。やっぱり、ね、安いだけあって、やっぱりそこはちょっと荒いかなと。まろやかではないです。少なくとも。
ただそれはやっぱりゴールデンホースっていうその馬を主張してる感じはするんで、まあ、そこはやっぱり納得できるなという感じです。それではご視聴ありがとうございました。みんなぜひ飲んでみてください。